リーナックがさ、うん、やらかしエピソードがあって、何したの？なんかこれまだそんなさ何回か撮ってるわけじゃなくて、割と序盤だったじゃないですか。そうね、結構序盤だった。で、なんかパート分けされてる資料をいただいてた、うんうん、あれいただいてなかった？いただいてたはず。で、だからなんか、あ、そこだけでいいんだと思って、あ、他覚えずに行ったら全部ですって言われて、うん、クズの気アウト。当日、え、どうしようってなって、まあでも、うん、いけると思いますって根拠なく自信を掲げて頑張ったの。うわーすごい。にしては結構難しい曲よ。そう、でもなんかその難しかった分、多分自分のパート覚えるのにもいっぱい聴いてたから、うん、結構覚えてはいて、まあ、なんとかなったけど、うん、結構て現場で初めてテンパった。テンパるんですか？やばい、覚えてない。ギリナックが来る前は結構ね、この真冬かなでメインが多かったから、確かにそう勘違いしちゃった。全員だと変わるんだみたいな感じで捉えちゃって、確かにミスったっていうのがすごい思い出に残ってて、逆にそれ以外覚えてない。記憶が薄いの。記憶がね、やっぱりすぎてて。ハギリナックの時、私はスリーさんがリモートでいてくださった気がして、あ、関西弁なんだって思った。かな。ひなたちゃんスリーさんすごい好きだもんね、楽曲ね。めっちゃ好きなんですよ。現在ツアー中ですから。そうですね。そうですね。終わっちゃったけどね。いや、でもなんかハギリナック。僕は、うん、結構私パート分けしてレコーディングするタイプなんですけど、うんうん、A パート、うん、B パートとか、うん、なんか分けれないこの曲と思って、確かに、うん、AB を取ってからサビ取ったりとか、うん、いろいろ試行錯誤した曲ではあります。引き継ぎができない、できないできない、ね、サビとかね、すごかった、うん、っていうね、あの、これがね、うん、鈴木みのりさんのね公式 YouTube にはね、うん、ありがとう。みんな見ました。やばいですあれ、あ、すごい。 LINE はしてないけど、お互いの近況はしてたっていうね。嬉しいです。鳥肌で、いいね、何言ったの今。それこそ限りなく息継ぎ大変じゃん。でも真冬と奏でってさ、うん、結構ウィスパーだからさ、うん、より苦しいんじゃない？なんかサビがさ、うん、その最初弱めっていうか奏でっぽく歌ってたら、うん、強くしてくださいって言われて、奏でって強さに限界があるの、うん、全力でやるには息をいっぱい吐くしかなくて、うん、ずっと、うん、酸素がみたいな溺れてるみたいな。よく奏であるあるなんだけど、サビとかもあの本当に息継ぎがなかったら、1行取って次取んないで1行取ってのパートと、最初取んない次の行取ってみたいなのをこう組み合わせたりするけど、なんかショックに聞こえるけど、どうしたの？そうやってたの？私もやりたいって、知らなかった。私、すごいな奏でって思って、うん、私はもう息継ぎ聞こえないくらい一生懸命やんなきゃって思って、なんならその限りなく灰色へは、私あの A パート B パートって最初撮ったけど、うん、なんかやっぱ感情的につなげた方がいいなって思って、最終的に全部つるっとやって、それが OK になった、うん、すげえ。そういう時もあるよ。いつもやってるわけじゃないけど、限界の時、あのレコーディング中フラフラしてきちゃうのよ。あるよね。そうね、息が多いとね。2個足んねえみたいな。あるよね。なんだっけ、アイリースマイルも話そうだよ。アイリースマイルは、うん、原曲を聞かなかったというか、その先に、うん、その私たちが撮る資料が届いていたので、うん、父さんが公開した曲を聞いて、うん、あ、元気というか原曲ってこんな高いんだって私結構びっくりして、なんか儚さと水木らしさがなんかこうキーによって全然違うのに感動しましたね。アイビーはレコーディングどうだったかな、結構前だね。結構前だ ね。私トーハさんすごい好きだったから、そう、ね、めっちゃ嬉しかったのもあるし、うんうんうん、あと最近発売されて、そのフミコとそのこのシーンの話になった時にナチュラルにフミコって今井くんと話になった時にアイリースマイルはその水木に寄り添った歌詞でもあるけど、うん、こうちょっとなんか恋愛の曲として聞いても、うん、あ、確かになんか曖昧な関係みたいなので、うんうんうん、これを考えたトーハさんはいろんな風にこう思考を巡らせられるから、うん、天才すぎるっていう会話を今井さん結構ちゃんとニーゴのオタクしてくれてて嬉しい、ね、満面なくね聞いてるから、ね、もうこんな明るい曲をさ奏と真冬が歌うってなんかちょっと不思議な感じするけど、私あの 3DMV のなんかすごい振り付けやればいいんでしょって顔してやってます。
混ぜ混ぜね混ぜ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 やりますやります顔がすごい好きです。でも衣装も可愛いからね。そう、なんかさ、あの作品作品あの曲ごとにさ、あのキャラクターに寄り添ってっていうお話があるから、やっぱりアイリースマイルはその水木のね、あのお話というか、その水木に寄り添ってそう歌うっていうのをイメージしてたから、割とちょっと客観視して歌ってるような感じで、あでもそっちに近いかも、水木を見守る側というか、そうそうそうなのよ。なんか奏自身のってよりは、なんかその本当見守ってるような温かいというか感じだよね、どちらかというか。そう確かに、なんか真冬かなでがこうやってる時はうちらエナと水木は見守ってて、まあ、逆があり、それこそトリコロージュとかね、見守ってるか、うちらはその逆もあるっていうのも踏まえて、アナザーボーカルとか聞いていただけると改めて楽しんでいただけるのではないかなと思います。はい、ということで。